はい、池田です。This is art. これは芸術です。っていうことで、あのー、先日、この、マルセル・デュシャンの泉っていう作品が、アートにもたらした最大の、なんていうんですかね、功績とは、みたいな、そういう動画をあの撮ったんですけど、そこのコメントで、あの、まあ、これについては、 それその最大の功績っていうの,のはアートではない便器、まあ、アートではないんですけどアートではないものがアートになるっていうそういうアートっていうジャンルの中にアートではないものも含まれることになったっていうそういう考え方もできるんじゃないかっていう話だったんですよね。ならばあなたにとってはのアートとは何ですかみたいなそういうあの コメントが来たんですけどなので改めて僕にとってのアートというか自分まあ僕にとってのアートを語るにはあの僕がアートっていうものをどのように捉えているかっていうこともこうなんて言うんですかね考える必要があるのかなっていうことでまあ一応コメントの返信はしたんですけど一応も,もっと詳しくそのまあ いわゆるアートについてっていうことですよね。何回かあの動画には撮っているんですけど、また新たに整理してそのことについて考えてみたいと思います。アートについてっていうことですよね。ま,あ、まずアートっていうもの自体は僕は単に言葉だと思うんですよね。アートっていう言葉。で、現状、現在、この2020年9月30日、この状態。 でそのアートっていう言葉の中に含まれているものが僕はアートだと思うんですよ現状そのかなりさまざまなことをこのさっきも言ったんですけどデュシャンっていう人はまあアートではないものもアートの中に入れてみたら後々アートになることもあるんですよっていうそういうようなことに結果的になったんですけど当時はアートではありませんっていうことに言われたんですよね。 しかしアートになななったとっいうこんんですよ。なんかそういうことをどん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 繰り返していってるんですよねアートっていうのは。もともとは絵画であるとか彫刻であるとかそういういわ普通にこうまあ見慣れたというかこうした親しみやすいようなものがアートだったんですけど、まあ、もっと前になってくるとアートっていう言葉さえなかったかもしれないんですけどアートっていうものはそういうふうにちょっとずつそのアートっていう意味の領域を広げてい,くいってるんですよね。 であのまあルネッサンスがあったりとかパリでそのなんというか印象派が生まれたりとかピカソが生まれたりとかでちょっとずつそのアートっていう,いう意味に含まれる領域が広がっていってると思うんですよその広がっていっているこの先端をやっているのが現代アートだと思うんですよねなので僕が思うアートとは何かっていうのはそういう アートっていう言葉の意味の中に含まれているものそれが僕はアートだと思うんですよねでそのアートっていうものアートっていう言葉の中に含まれているものっていうのはまあ全部を自分で認識することは不可能だとは思うんですけどそれっていうのはその過去なんですよねこの,今この,今の,この瞬間以前 にアートっていうものに含まれているものがアートだと思うんですけど僕は何が面白くてこのアートっていうものをこう続けているかというとその過去にアートとしてこ,うこの世界に存在したあるいは存在しようとし,していたものっていうんですかねアーティストが何かしら生み出してると思うんですよ。有、まあ、有名な人で有名なじゃな人人ででもじゃい 何かしらこう生み出していってると思うんですよね。で、その領域を広げていってると思うんですけど、その領域の外にあるもの、アートって言われているものじゃないものでも、これアートになり得るんじゃないか。そういうものを探していくのが楽しいんですよね。なんというか、このジュシャンのこの、 あれじゃないですけどかつてこんなものはなかったっていうそういうものですよねこの領域内に入っているものっていうのはかつて表現されている表現なんですよでもこの領域より外側にあるもの現状誰もアートだと思っていないようなものでもアートとして考えられるんじゃないかそういうことを考えるのが 僕は楽しいんですよねなのでそれを続けているっていうことなんですよね。それが僕のにとってのアートっていうことなんですよね。なのでまあ僕が表現していっていること、まあ、毎月僕はあの新しい表現っていうのをまあ何かしら見つけ出して発表してるんですけどそれも僕にとってはアートなんですよね。でこ,こ,この定義ですよね。 アートの定義については僕はもう結論が出ているというか人それぞれなんですよ。それはもう動かしがたい事実というかある人にとってはそのアートの領域はここまであるけど別の人にとってはここまでしかない。この僕のアートのアートだと思う領域の外側にあるようなものでもある時に「あこれアートだって思えるわ」って。 なるるがあるんですよねこのまさにこの YouTube でこうやって喋っていることこれもそうなんですよね。そんんななもんアートにはなりえへんぞって思われるかもしれないんですけどあこれアートアートだわって思ったんですよ僕自身が。あとはもうそれを見る人がどう感じるかなんですよね。アートだと思うかどうかはあなた次第みたいな <laughs> ところなんですよね。そういうういいものを見つけたりあるいは作り出したりりりあるは作出し自分でこう 絵を描いたりして作るでもいいんでですよねでも今までのアートっていう言葉の概念の中に含まれているものはを作るのは僕はあんまし面白くないと思,う思ってるんですよね僕は。だからそこのアートっていう概念の外側にある何か新しいものを見つけ出すしていくっていうことが僕は楽しいのでそれっていうのはいわゆるその先端の部分の現代アートっていうことになるのかなって思いながら。 アートを作っていますっていうことでしたぶー以上この話面白かった人はチャンネル登録お願いします最後までご視聴くださいましてありがとうございました